朝日区民センターの吉田でございます。今日は本当にご来場くださいましてありがとうございます。開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。この朝日よさこい祭りにつきましては、開催にあたりまして目山国弱の山上様はじめ、朝日区市長局教育協議会中島会長ほか多くの皆さんのお世話によりまして、開催することができております。今年もこうして開催することができました。この場をお借りしまして、感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。このよさこい祭りにつきましては朝日区内で、結成され、ご活躍されております踊り集団をはじめですね、京阪神でご活躍をされている皆さんにもお集まりをいただいて、盛大に踊っていただくということになっています。で、今年はですね、昨年17年お集まりいただいたんですけども、それを大きく上回ります22年の皆さんにお集まりをいただいたところです。参加いただいた皆さんにはですね、元気いっぱい、ここで日頃の成果を発揮していただけたらというふうに思っていますし、ご来場いただきました皆様方にはその元気をぜひ持って帰っていただけたらなというふうに思っています。それでは間もなく、開催ということになります。どうぞ最後まで皆さん楽しんでいただきますようよろしくお願いいたします。